ご飯も食べて。ご飯食べましたよ。うん。いやー、ご飯のが難しいんだったっけな。あ、そうなの？うん、忘れましたけど。でも、なんかね、うん、分かんない。純ちゃんが待ってるとか思うから頑張れるのかもしれない。やばいじゃん。彼女みたい。ご飯のプレッシャーはないよね。彼女。そうなの。待ってる。どう？今日撮影スタイルって感じ。撮影スタイルでフットジョイの。フットジョイの。綺麗だね。鮮やか。鮮やかブルーに可愛いスカートでシルバーです。歩きやすくスニーカータイプ。スパイクレスで来てます。どう？御殿場。いや、ラウンドしたいよね。そうだよね、うん、そうだよ。最初しか見てないからさ。今度来ようね。うん、近々。さあ、後半、はい、どうもお願いします。お願いします。ここは左ドックなんですね。よいしょ。素晴らしい。タコリさん、ドロー。あ、じゃあ入ったやっぱり。ここのバンカーに入っちゃったのかな。入っちゃった。まあいいショットでしたね。ナイスショットだな。ボギー頑張る。違うし、いってらっしゃい。頑張ります。最初心に負けないように頑張ります。いってらっしゃい。はい、最終ホール、心ちゃんファーストショット左に打ってしまって、セカンドが木でちょっと打てなかったようでして、3打目ここからのショットになります。近いです。さすがですね。ボギーオンですが、パーチャンスあります。はい、最終9番ホールパーパット。ここ普通に見えるみたいな、普通に見えるんですが、打ち上げで手前にバンカーが3つほどあるそうです。心ちゃんしっかり打って乗せてきました。打ち切れなかった？打ち切れなかったの？何なの？ああ、惜しかったですね、最後。ボギーだったかな？いやー、お疲れ様でしたね。メンバーの皆さんも楽しそうにラウンドしてきたようですね。お疲れ様です。あ、どうもお疲れ様でした。アテストあります。はい、アテストしてます。はい、何だったんでしょうね、今聞いてた。いくつだったんですか。じゃん、前半40、後半47。よかったんじゃない。もうここでメンタル出てるから。忍耐とか書いてるから。自分で書いたの。自分で、あの嫌な時に書くんですよ。そこ我慢しなさいとか。そうなんだ。そこメンタル出たとか。いいですね。お願いします。はい、どうか。こんにちは。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて、はい、ここにトロフィーが並んでおります。お
なんと意外といいスコアで回れたから、うん、もしかしたら1個ぐらい取れるんじゃないかとか。そうだよね、ハンディキャップ引くんだもんね。そう、 19.9 引かれるから、うんうんうん、すごくない？そしたらちょっと可能性感じない、うん、いやだから後半よ、80代前半よ、やっぱすごい、あ、ね、これちょっと7というね、そこだけ反省したいと思います。そうとね、じゃあまた、はい、トロフィー取れるといいね。うん、うん、今日はありがとうございました。はい、お疲れ様でした。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 いや本当に疲れたよ、じゅんちゃん。もう疲れだね。いや本当に、うん、早くじゅんちゃんに試合に出てほしい。いやちょっとね、心ちゃんの今日もう顔とか見てて、表情とか見てて、うん、本当大変なんだなって、うん、思ったよ。だから本当に、うん、一緒にね全部来れたね、すごい顔して打ってるから本当なんかもう、そうだよね、こんなに一度は大事にして打つみたいな感じで打ってるからさ、ほら疲れますよ、うん、足ガクガクだったもん最後、ね、でもさ前半40いいスコアじゃんね、うん、ちょっとびっくりしちゃった。集中してたよ、うん、なんかねアイアンの距離感がね抜群だったんだよね、うん、前半。あ、そうなんだ、うん、やっぱ後半欲出ちゃったね。うん、ちょっと前半80代前半狙ってやろうという欲が出ちゃって、ちょっとねオーバーが多かった。なるほどね。でやっぱ太陽ってオーバーしちゃうと結構奥から難しいから、うん、はいはいはい、それがちょっとね、うん、あそう、純ちゃんにさ、うん、私大叩きしたのよ、一ホール、うんうん、ショート、うん、でもそれの一番のなんで大叩きしたかっていうのは、うん、バンカーがね、うん、出るようになったじゃん、うん、最近、うんうんうん、だけど前上がり、つま先上がりのバンカーあるじゃん。つま先上がりのバンカー、うん、あーそうだからピンはこっちよ、ピンはこっち、うん、ピンは左にあって、うん、つま先上がりのバンカーよ、こっち、あー、多分こうなってる時にそれはきついな、どうしていいか分かんなかったのよ。それは右に出ちゃうね、もうね、やっぱりで、うん、オープンスタンスでアウトサイドインに振るのがなんかイメージがわからすぎて、先上がりで、うん、ピンこっち、ピンこっち、そうで、それでもさ向いたらさ、うん、右足上がりになるんじゃなくて、右足上がりにならない、ならない、完全なこうで、あ、もうここがこういう、あ、そうだ、こっちがこう上がってんのよ。あ、でも壁、壁ってか何、ラフ、前はラフ、ラフね、こういう、こういう感じ、こういうところにこうね、うん、でつま先上がり、そうで、顎が割り当たってこっち側にね、じゃあもうさ、うん、こっちから触れないってことだよね。そうなのよ、入れられなくてってことだよね。こっちに上げると砂に最初に当たりそうで、どうしようかなってなって、ね、でこっちに抜いたらさ後ろがさバンカーが広いのよ、うんうんうん、だからもしちょっとでも顎に当たるもんならこっちに行っちゃいそうになっちゃうかなと思って、でこれちょっと純ちゃんに上がったら聞こうってことで、つま先上がりのバンカーどうやったらうまく打てる？でももうさ左には向けない状況ってことなんでしょ？左オープンスタンス、うん、だってさ、うん、一応オープンには向けるよ。そうすると、あ、向ける？向けるけど、なんていうの、右足上がりになる。そうだよね、そう、右足上がりになって、あ、下に行っちゃいそうってことだよね、うんうん、そうそう、どうすっかな。でちょっと声出して打ったんだけど、うん、バンカーそのままスコンってね落ちちゃうってことだよね、うん、あれねちょっとね練習必要だなってイメージが全く、ね、やっぱでも開くんじゃないかなって思った、うん、やっぱ開いてクラブが当たったら、うんうん、ちょっと返るじゃん。そうだね、返さないように打つ、そうだよね、うん、ザクって当たってちょっと返るからそのままグーッと持っていくしかないのかな。 そのまま抜くしかないよね、うん、下にだよね、でもね、そうそうそう、上に行っちゃダメだもんね、うん、右足上がりだからね、うん、で斜面に沿って下に打っていくしかないんじゃない。でもさ斜面はさこうじゃん、あ、まあ、でもこうかこうだよね、うん、そうだよね、うん、斜面に沿ってスコってフェース開いて打つ感じかな、多分。そうなんだけどね、多
怖いけどめっちゃ下に打ってくる、ね、あそうだよね、そうめっちゃ今回の下に打つの、うんうんうん、顎あるしこっち引っかかるし、うん、こっち打ってたらこっち行くんじゃないかみたいな、うんうんうん、後ろに飛んでいくんじゃないかみたいなさ、あれだね、左足上がりのグリーン周りのラフに入った時みたいな感じだよね、イメージはね。でね、なおかつ怖いなそれな、あのグリーンの左にもしね、ピンより左にいたら下に落ちてきそうだったのよ、あの傾斜で、うんうんうん、だから右に出したかったのよ、バンカー、うん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 、そのためだ、そっか、まあ、右に出したかったらつま先上がりになるってことだよね、うんうん、そしたらまあそのまま開いてスコーンって、そうだよね、開いてスコーンだよね、うんうん、打つって感じだよね、それが一番の範囲かな、うん、なるほどね、バンカーがね、バンカー得意になったっていうか出るようになってきたけど、やっぱりその状況に応じてまだ全然こう自信がない、うん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 、そうだよね、じゅんちゃん早くにガンファに出て、ちょっとね、なんか目標があるとでも燃えるでしょ。そうね、燃える、そういうの多分出ないと練習できない。私なんかすっごい練習したからね、初めて出るとき、ね、インスタとか見てたから、私その時ココちゃんと会ってないじゃん、うんうんうん、すっごいなんかヤテージブック、ヤテージブックとかにもう書いて準備しましたみたいな感じで見てて、マジそんな感じなんだみたいなどんな顔して帰ってくんだろう。8月3日、うん、三日間、うん、どんな顔して帰ってくる、どんな状態になってるのかね。いや、なんかね、本当にね、うん、本当に変わるから、出たら。今から、じゅんちゃんが、はい、みんなが誕生日してくれるところに行きます。今日はそんなのがある中、御殿場まで付き合ってもらいました。お疲れ様でした。遅れました、誕生日に。全然大丈夫です。申し訳ないです。麹町にあるゴルフカフェ、ボローニャ、うん、ってお店が、なんとここにあります。お、あった駅から3分ぐらいかな。 お待たせしました。お、いいじゃん。妹、妹。妹です。見て、妹。そっくりな妹。お、あー、お待たせしました。心さんもいます。おめでとうございます。なんか、こぼちゃんがお肉を、なんとね、ウルフギャングのお肉を、こぼちゃんはこれから帰るんだけど、わざわざ私を麹町まで送ってくれて、お店場までやってたから。いや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 、帰れます。はい、気をつけてね。気をつけてね、うん、じゃあね、バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。